このルートは江戸時代に開削されて以来約350年の歴史を誇る伸び止め用水沿いに整備された遊歩道をめぐり、武蔵野の風情を楽しむウォーキングコースです。畑、雑木林、伸び止め用水という一連の風景は、どこか懐かしい気分を味わうことができるでしょう。新座駅南口からスタートになります。ルート丸一を歩いてみましょう。ふるさと小道、入り口に入ります。ふるさと新座間まで来ました。こちらでは、農産物直売センターや観光インフォメーションコーナーを併設しています。ルート丸二を歩いてみましょう。横断歩道を渡って右に歩きます。伊豆殿橋まで来ました。橋のたもとより、伸び止め用水を眺めます。ルート丸三を歩いてみましょう。伊豆殿橋を左に渡り、道路を横断します。
本田緑道まで来ました。ここは桜並木が有名です。また、周辺の総合運動公園内には菜の花やひまわり畑があります。引き続き、ルート丸4を歩いてみましょう。のびとめ用水史跡公園まで来ました。公園内にのびとめ用水が流れていて、武蔵野の面影を感じます。ルート丸5を歩いてみましょう。ここからは水道道路沿いを歩くルートとなります。新座市西堀、新堀コミュニティセンターまで来ました。ここでは、新座の文化や歴史など、教養を高めるための講座を開設しています。ルート丸6を歩いてみましょう。のびとめ橋まで来ました。ここでのびとめ用水とはお別れです。ルート丸7を歩いてみましょう。清瀬駅南口、駅前通りです。この道を進めば、清瀬駅です。7.9km を歩いてみた様子はいかがだったでしょうか。武蔵野の面影を少しは感じることができたでしょうか。お時間があるとき、ご自分で巡っていただければ幸いです。